こんにちは、キモナナビタカと申します。囲碁むしろきよ。今回前回はさ、結局グッドエンド見せられないどころか普通に負けたっていう部分があったけど、今回ね、とりあえずここから収録していく。もうすでに第3ステージのボスまで来ました。それまではね、結構楽にね、いけたんだけど、まあ、それで様子は今回割愛してて、これね、第3ステージのボスからお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。なぜ今回のね、おー、びっくりした。ここからアイスが入るんだよ。そう、あ、いたいた。はい、まずね、このトラ、このトラは誰でしょう。コレックです、よろしくお願いします。動き回りすぎだろ、マジで。はい、続いてこのなんか、あれ、どうや、見た目が変わって今度ドーベルマンみたいになってる君は誰だい。犬北です、すいません。藤北です、すいません。はい。すいませんでした。あー、打たないでください。ぶしげーちまったね、久しぶりによ。というわけでね、またこのね、3人で今度こそガンファイリボン最終回をやって、僕はこのゲームから呪縛を解き放たれてアンインストールするという、そういった流れになると思います。感想を目指しましょう。うんちー、まあ、おまけなんかいろいろやるかもしれないけど、とりあえずね、本編は終わるようにね、頑張っていきましょう、皆さん。はい。ちなみにダメージ操作はこんな感じになってます。今クソゲーとかしてます、ガンファイリボン。いや、僕は前のやつと比べてだいぶガチめにいくんで。はい、今もう2人とも今ガチめにうまくいってて、そうですね。なんかしんだけど急に桁数がおかしくなりました。多分今日これならグッドエンド見せられるかもしんね。じゃあ僕はというとね、そう、さっきよりかいけるよね。おい、スキップはしねえぞ。またヘビで、またヘビなんだけどスキップはしねえから。そう、俺のこだわりよ。さあ、さっきよりかは、うん、楽な気にします。はい、というわけで早速そのね、楽となったクソゲーとかしてガンファイリボンを今お見せすると思います。このボス戦で相手の HP がどんくらい減るかだよな。おい、さっきより HP の削り方がおかしいぞ。え、それともこれもしかして僕の力か、もしかして僕も僕で強くなっちまったからな。そうです、アビタカさんも。あ、僕もだいぶ今来てるわ。はい、OK、 OK、 OK、 じゃあよしよし。ただ収録したからさっきのテンション、さっきローテンションを解除しないといけないから、僕ら。僕らさっきはめっちゃローテンションで実況してました。疲れちゃったから。本当に実況してねえや。そう、さっきまでは本当にローテンションだったんですよ。やばい、ライトレシーとか大活躍してる。いや、めちゃくちゃ強いですよね、ライトレシー。全然ダメージ食らってない。大好き、ライトレシーが大好き。そしてまた回復した、ライトレシー。 OK、あ、すいません。接着、いや、ここはゴリ押せ、ね、お願いします。オッケー、ありがとうございます。はい、オッケー。意外と僕なんかボコボコでなんか狩猟のダメージ結構でかくなってるわ。僕も一発20万とか。僕なんかラッキーショットがだいぶ出てる。よいしょ、行きます、行きます。おっしゃい、ナイスー、ナイスです。あー、一気、僕もわりかし貢献したっぽいわ、やった。よし、というわけでね、この調子でで、雑魚的になると、これからガンファイリボンの闇をね、皆さんに見せることになると思うんで、よろしくお願いします。僕はなんか、これクソゲーと化してないかって言ってるね、ゆえんがね、多分ね、この後わかると思うんで、ね、二人は楽しいらしいんだけどね、火力、そう、不遇な取り使ってる僕としては、これクソゲーかって毎回思ってしまうんで、毎回言ってるからもう、後輩が下っ端になるんだよ、早く行け。後輩がね、ちゃんと。そう、10分前に来なきゃいけないから。まあ、ガンファイリボーンだと僕が後輩なんですけどね。よし、あ、ちなみに、あ、そのままで大丈夫だよ。そのままでね、お願いします。今、アセンシュはこんな感じになってます。はい、だいぶビルドは死にました。もうめちゃくちゃです。ブービーが全然上がってないけど、一応最低限は取ったんで、これで火力はある程度上げられるかなっていう状況です。なぜか無駄に飛躍攻撃上がったのはマジで意味がわからん。今日はね、前のパートで反省をした、穴狙いはもうやめたんで、皆さんご安心ください。よし、というわけでね、やっていくか。あ、見てください、皆さん、ガンファイリボンの闇です。僕の画面で僕は何もしてないのに敵がいなくなってきます。見てください。皆さんはこれで神ゲーって言えるんですか。神ゲーじゃないですか。神ゲーですね、これ。不遇な鳥を使ってる身としてマジでこれ何が楽しいんだってなっちゃうんだよ、本当に。全然火力出ないし、僕めっちゃ前に行くな。あー、すいません、大丈夫ですよ。あー、泣き殻しか残ってねえ。どうなってんだよ、ちょっと。おい、僕何も活躍してねえぞ、これ。もうこれ実況事故でしょ、これ。収録事故だよ、もう。何もしなかったよ、僕。というわけで皆さん、分かってくださいましたか。これがガンファイリボンの闇です。あ、フォークありました。やばい、さっき言っちゃった。あー、すいません、ちょっとやばいです。じゃあそっちは解除させておきます。あ、やばい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 、ちょっとまずいかもしれない。一旦事故を懸念して、一旦方向出るか。いや、すいません、本当にすいません。
あ、今日、まあ、あ、やばい、やばい、すみません。いけいけ、オッケーオッケー。ありがとうございます。間に合い、オッケー。思いのケツから、こんにちは。うわあ、あ、すみません、行きましょう。やばい、すみません、本当に。やばい、別行動は危険だな。あ、やばい、やばい。間に合った。よし、で、まず 100% 回復。は、なんかここ、気持ち悪いな、敵が。完全に今何も考えずに進んでました、うん、それはやばい。なんか意外とちょっとここの敵配置がうざったいな。ちょっと危険な領域ですね、これは。ですね、ですね。よし、オッケーオッケー。よし、みんな無事だな。あ、すみません。あれ、コレックずっとあっち行ったんか。よかった、僕方向にいます。よかった、戻ってきて。いや、戻ってきて、すいません。本当に事故るとこだった、収録が事故るとこだった。あー、もう泣き殻しか残ってねえよ。ちょ、いや、僕の画面がもうマジで敵の泣き殻しか残ってないから、もうちょい先行くわ。うわー、間に合い。あ、かまどで撃っちゃった。よし、フォローしていくぜ。あれ、なんか全ての敵が一瞬で消えてんだけど、どうなってんのこのゲーム。じゃあそこでコレック君、このゲームが神ゲーたるゆえんを一つ教えてください。え、無双ができることじゃないですかね。そこに魅力感じるかどうかな。不思議たくはどう思いますか。まあ、キャラが可愛いのと、それ前回のパート言ったんだよ。言いましたね。あとはあれですかね、あの FPS なんで、うん、普通に。いや、僕 FPS 苦手なんですよ。意外と好きだったんで、ちょっとやっぱ面白いなと思って。なるほどね。苦手なんで、ここまでのめり込んじゃってるから、これはね、相当やばいですよ。僕はちょっと飽きてきた。僕は認めない。僕はまあね、なんかこうやって一緒にやる分には楽しいんだけどね。どうなんだ、僕も多分ね、このパートが終わって鳥を使わなくなったらね、楽しいかもしれない。あ、そうですね、鳥使わないと楽しいかもしれない。鳥ほんと不遇だな。マジでかわいそうになってきた。いや、でも鳥もまあ弱くはないけど。いや、弱えよ。もうずっと使ってる僕は言うよ、弱えよ鳥。他と比べて。だって見てよ、ダメージが。だっておかしいもん、桁数。もう今で500万だよ。みんなもうだって3000万いってるじゃん。やばいやばい、あの UFO、 あの UFO が、あはは、一瞬で終わった。前回のパートとは何だったのか。前回のパート、あれ、あの UFO 倒すのに結構時間かかったのに。もうまずい、やばい、シールでやられた。よし、まだまだ49万8000。マジでクソ。マジでクソゲーだろ。楽しいな。もうどうかしら。まあそう考えるとコレックとかな。お、どうしたどうした。あ、スクロール渡せます、ここで。いいね、ありがとう。よし、来た来た。よし、呪いのスクロールようやく引き渡したわ、ありがとう。コレックはなんか、ね、なんか昔から三国無双とか戦国無双も好きだったの。戦国バサラとか。いや、別に好きじゃない。なんなんだよ。獣が出てくるゲームで無双ができるっていうのが気持ちいいのね。いや、まあ僕は RPG とかレベル上げして進むタイプなの。あ、そういったなんか安定して無双プレイするね、タイプだからね。まあそうです、ね、そうや、前語ったね、僕とはね真逆のプレイスタイルだねっていうのをね、裏で語った気がするわ。あ、そうですね、裏で。そう、ちなみに僕はリスナーの皆さん言うと、なるべくあのレベル上げたくないんだよね。ちょっと、まあそうです、あの実況とかだとその方がいいのか。いや、元から推奨レベルちょっと低めで戦いたいタッチだったから。なるほど。そう、なんか雑魚的にもめんどくさいから、エンカウント率を下げたり、なるべく当たらないようにしてたんですよ、めんどくさくて。ああ、そうそう。やばいっす。よしよし、今日わりかし僕も狩猟が火力上がってありがてえわ。マジで一瞬で敵気がお亡くなりになったんだけど、どうなってんのこれ。いや、さっきとは大違いですね。うん、さっきの ね、前回前々回のパート比べたら、もう本当にサクサク感が違うよ。ほら、だってあの UFO 倒すのに時間あんだけかかったのに一瞬で消えちゃったよ。よいしょ、 OK。 いや、僕もね結構変わったっちゃ変わったから、皆さんもねお返しください。もうちょっとあれは死んでるけど、ビルドは死んでるけど。うわー、あの UFO 倒、僕が倒したかったのに仲間によって一瞬で倒されていく UFO。 そうそうそう。まずい。あ、めっちゃ撃たれる。よし、 OK。 あ、めっちゃ撃たれる。よし、いや、僕もね、そう、近距離で狩猟使えば高火力出せるっていうねメリットがあるんで、任せてください。あとはショットガン。そうと思った時、飛躍めっちゃ上がってんだよね、もうわけわかんねえ。そうと最後は斬撃で出ちゃったな。
もうやだよ僕このゲームやだ僕もうスプラトゥーンやりたいだけどね、まあ、多分僕のガンファイリボンのコラボ終わったね。今度ねあれでもねこれちょっと投稿してるのいつになるか分かんないけど、ストロムさんがねなんかコラボの企画しててね、何やるのかちょっと分かんないんだけど、ね、スプラトゥーンやろうって話なんだよね。おそらくスプラトゥーンですよね。そうですね。ね、僕ちょっとサーモランあれめっちゃいいなと思ったからさ、ちょっとサーモランやりたいね。サーモラン結構ねコーププレイやるのねすごい楽しかったからさ、で結構難しいんだよサーモラン。もしかしたらストロムさんチャンネルであれかな、ストロムさんチャンネルであのバトル縄張りバトルか、あー縄張りバトルいいね、バンカラマッチのオープンやるかもしれないし。よし突撃。だって今収録どうなってるの、なんかサクサクすぎてさ正直もう下手したら、まあ、15分だ15分、まあならちょうどいいかな、まあ、ちょうどいいぐらいですかね、うん、まあ、場合によりきりかもしんねもしかしたらちょっと雑談して終わるかもしんないからよろしくあ尺を伸ばす。お、よしこれだ、よしお待たせ、じゃ、はい、グッドエンドミニ、いやー頑張りましょう、行きましょう。ここでね、さっきやられちゃったんで、そう、ここ攻略してね、まあ2人がいるから多分今回大丈夫ケース、いつも倫理ではね、あのこの2人が大体最後無双してあっという間にシールド削って終わるからさそう、前のパートが事故だった、それだけだもんね。あぶねえ、オッケーオッケー、さあ頼んだみんな、 HP の減り早くないおかしい、尺の都合が、尺がもうちょい苦戦しようぜもうちょい苦戦しようこれちょっと早すぎるなペースが、あーおーやばいです、ちょっとびっくりしたなそれ、ありがとうございます、いやもう体力が、いやもう相手も HP 半分になってんだけど早すぎない、やばいこれ、私もやばい、死ぬあー藤田くんよいしょ、オッケーオッケー、だいぶ HP 削れてやばい、なんか普通にだいぶ削れてる、普通に終わるこれ、あれ藤田くんないんだよ、あなんかでやられました、すいません、やばい藤田くんが急に沼り始めてきたあ、やばい藤田君、その HP でこの弾幕避けれるのか、いや、避けます、避けられないです、あー、すみません、ですよね、助けに行くわやばいです、ありがとうございます、強引に HP 回復、はい、すみません、ありがとうございます、任せてください、よし、そろそろ来るんじゃない、やばよし、あー、まだ、あ、来た、さあ、やるしかねえな、うおー、ぶっ走ろう、ぶっ走ろう、どう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 、逃げますね、いける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 いけた、あーよし100万やったー、120万だ、危ねえ、最初なんか意外と減らなかったよね、 なんであれですね、なんか急に後半から一気に減ったけど、あれもなんかの仕様なの、そしてコレックさらげなんかスキップしようとするなよし、じゃあこれがグッドエンドです、やったー、イエーイ、というわけで悪夢クリアー、よかったー、7500万、お疲れさんです、ダメージ数もおかしいだろ、様です、僕も1000万はいったんだ、よかったよかった、よしよし、というわけでね、これがグッドエンドになって、バッドエンドと違うのがなんかね、ちょっと壮大な BGM が流れてクリスタルが壊れるの、結局クリスタルはクリスタルはまあなんか知んないけど、なんか光り始めてキラーンってなったら、まあなんか解決したらしい、このゲームは一応アクション RPG だけど、ぶっちゃけ RPG としてのストーリーほぼほぼ皆無だからねあのコレックとしてきたくんですよ、よく分かってないです、いやよく分からないです、そうっていうね、であとね、バッドエンドと違いはね、ほらクマが死んじゃったのかな、これクマが死んじゃったって言ってるんで、バッドエンドだとなんかゼハゼハしてるんだけど、そうですね、まだ生き殺しみたいな、そうそう、半殺しそう、アイデルみたいな、ちょっと床をなしてるとこなんだけどそう、グッドエンドになるとお亡くなりになってる、そうそうまったくやめろしもえたそう、グッドエンドになるとお亡くなりになる、もしくは冬眠してんのかな、これそういうわけないな、これなんか白くなってるじゃん、バッドエンドの時ってさ白くなんないじゃん、けどグッドエンドだとなんか白くなってるからさ、まあ、何か改心したのか、なんか考察がはばかられるけどね、そうはばかられるんですか、なんか考察がはかどるけど、お前やめてやるよ、お前やめてやるよ、おいしくないじゃん、下打ちやめてあげな、おい、アミタカさんもめっちゃショットガン至近距離でやってます、大丈夫ですか、仕方ない、うん、いや許してくれた、許してくれた、いや実質種付けプレスみたいなもんだから大丈夫だろ、種付けプレスか、種付けプレスみたいなもんだよ、よし、じゃあみんな帰ろう、僕たちの宿へ帰ろう、というわけで、はい、これでガンファイリボン、そう、アミタカのガンファイリボン本編最終回、イエーイイエーイ、不思議たけどそんなにお亡くなりになってたの、いや、すごい死にましたね。だからめっちゃ死んでる。だいぶお亡くなりになった。びっくりした。なんか、
シールドがないんですぐ死にますね。なるほどね、そういうことか。いや、びっくりしたわ。よしよし、今日僕もこれでなんか一気に総霊説がだいぶあって、オーケーオーケー、また一気にレベル上がったわ。5レベル上がった。おお、結構上がりましたね。そう、だいぶ上がりました。ありがとうございます。おお、1000ぐらい手に入りましたね、今。うん、1000手に入った、ありがたい。あと11でカンストですよ、第一段階が11。そうだね、もうというのを僕、あと 21? あと11ですかね、168ですよね。あ、168で一旦、あ、そうか、DLC 買ったらさらにあれなんか。あ、そっかそっか。なるほどね、そういうことなんね。オッケーです、分かったわ。じゃあとりあえずね、そう、ガンファイリボンは、そう、アビタからね、ガンファイリボン実況は、本編はここまでになります。はい、最終回、パート何だかもう分かんないけどね、ひとまずこれで最終回と。まあ、とりあえずね、悪夢もクリアしたことだしね。で、これからについてはね、気まぐれでやろうと思ってんだけど、まあ、レジスターさんとか、リンでやりましょうよ。リンでやる、まあ、レジスターさんを交えてリンでやるし、あと、あ、そうですね、そうですね。そうで、正直、あの、みんなお察しの通りトリックス弱いからさ、あの、もう次別のキャラ使うわ。とかやって別のキャラを使ったらどうなるかとか、あとその気になったらマッチングでね、あの、野良の人とマッチングとか、まあ、ガンファイリボンね、まあ一応最終回を迎えたけど、また気まぐれでやるかもしれないしね、よくコレックンが裏で誘ってくるし、何回で腕なまらせないように僕もしとくんで、リスナーの皆さんもね、ぜひまた、アビタカのガンファイリボン実況ね、楽しみにしてくれたら嬉しいなと思いますんで。楽しみです。めっちゃ楽しみにしてます。ありがとうございます。楽しみにしてます。ははは、ありがとう。よし、正直尺がまだあれだから、なんか語りたい。もうちょい。もうちょいなんかあるだろう、そう。はい、じゃあ、今回のね、実況、パート3個分コラボしてくれたということで、コレック君何か、何か思うことを、はい、感想とかあればぜひ語ってください。思うことですか。悪夢がやっぱ難しいですねっていう話をしたかったです。ああ、ぜひしてくださいよ。ぜひしてくださいよ。悪夢が難しかったっていう話を。いや、結構今、完成してたので、さっき、あの、前半のパートはめっちゃ遊びすぎて全然感覚力がなかったんですけど、お前シュール始めて遊ぶな。本番で遊ぶんじゃない。強いかなって思ったビルドがあんま強くなくて。なるほどね。もう本番で実験したのか、この僕のチャンネルで。なんてことだ。まあ、その結果、あんだけ苦戦したよな。なるほど。そうですね。そうそうそう。だから、うん。あの、普通に火力出せてよかったです。はい。どういう感想だよ、最後。謎な感想だったけど。後半で、あの、活躍できてよかったと思いました。はい。ありがとうございました。はい、さあ、藤木拓も何か、今回のね、収録3パートを経て、何か感想があれば、ぜひよろしくお願いします。はい。まず1回目、あの、僕、猿使ったんですけど、もうやっぱ猿も全然火力が出なくて、ポテンシャルあるはずなんだけどな、不甲斐ない結果になってしまって、まあ2回目キャラ変えて挑んだら、まあそこそこいい感じでめっちゃやられたんですけど、まあダメージ出したんでよかったなって。神耐久出して仕方ないです。てかそうですね、もうなんで君たちはなんで君たちダメージが出せてよかったって感想に落ち着くんだよ。やっぱそこですかね。あとはエジレース1位取れてよかったな。なるほど。多くの人とゲームをやると楽しいなって思いました。あ、それはあるね。そうですね。コーププレイがこのゲームの魅力ですからね。そうですね。一人でやると、まあ確かにね。そう、一人でやると僕はもう飽きるから。そうなんですよね。友達とやるといいですよ、このゲーム。ああ。友達がいれば。ぜひね、皆さんも友達がいればね、やってみてくださいね。いや、なんか最後煽りみたいになってたけど。友達がいればな。そう。っていうね。じゃあ以上、これでね、アビタがガンファイリボン。終了、最終回、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回のね、アビタカの実況動画、またもしかしたら気まぐれでるガンファイリボン実況でね、いつかお会いしましょう。ではまた。